壊してほしいときはやっぱ何回も言った方がいいかな。あるからね。もう、終わったってマジで。このチーム強すぎ。強すぎ。レギュラーメンバー抜けたら強すぎ。一生家族サービスプリズン。ユヌーブ、ユヌーブ。この人みたいのないかな。ここに来て。もうさくら初めて？あれ？僕あれっすね。先生がマジで人来ないっていう時に、デュオで行ってみたいな感じだから、一番最初っすね。だから晴れ物やったら。初期メンバー。初めての晴れ物？あ、そうですね。でそこからもう一生来てなかった。やっぱなんか行きたくない何かが。いやー違うんすよね。そういうことだった。いやいや違うんすよ。やっと来たんすよ、防音室が。防音室来たの？あ、そうなんですよ。今までね、だからもう絶望的にちょっと深夜帯に向いてなかったんですよね、今まで。はい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 、朝4時とかに、なんか、うまいっすーとか言ったら、あんた、あかんで。お母さんにめっちゃ言われたから。あんたあかんで。そうか、家か実家か。ちゃんとお母さんがいいの面白いよな、さくら。それどういうこと？ちゃんと違う違う、そういう意味じゃない。違うってそういう意味じゃない。人間判定されてないやん、さくら。違うってそういう意味じゃないって。なんかさくらが実家暮らしなのがおもろいって。ああ、そうか、そうか、そうか。いや、やばいって俺、のんでりの塊やって。炎上のその先やん、今のマジで。ガチ炎上するって。俺も防音室持ってないよな。逆になんで？一番いいでしょ。防音室必要やなって思って見に行ったんすけど、うん、防音室の前にとりあえず引っ越してみようと思って引っ越したら、はい、マジで苦情来なくなって、おお、防音室いらんか、よくあれで苦情来ねえな。周りが普通に怯えて苦情が入れられないんじゃない？いやでも上の階の人とかたまにクオカードくれるっすよ。上の階の人がたまにクオカードくれる。怖くね、なんか。いやなんか違うんですよ。ちっちゃい子供がいて上の階。結構朝の6時とか子供がドタドタ走り回ったりとか、おもちゃで遊んでる音が響いてくるんですよね。ああはいはいはい。だから多分それでいつも子供が騒がしくしてすいませんみたいな感じでくれるんですよ。いやもうそれ怖いから。でもクオカードぐらい渡してから何されるかわかんないし。俺の部屋はね、子供もいないのに声が聞こえてくるからな、うん、ありえない声量の。大丈夫ギャーかと思ったらオーラーやからな。もどかさんもなんか子供にあげたらそれ。ああ、なんかあげようかな、うん。何がいいですかね。え、何歳ぐらいの子供ですか。え、もう3歳とか。あ、3歳か。赤ちゃんか。マウスかな。マウス？うん。ジープロスペアライトですか。うん、赤ちゃんの使えそう、軽いからちゃんと英才教育していこうかな。3歳の子って何欲しいんだろうな、マジで。ペコちゃんの飴とか。3歳の子供って何が欲しいんですか、シャカさん。ミルキーとかじゃない。ミルキー、あートミカとかね。あ、トミカ、そう、トミカ。あ、私性別にもよるな。男の子か女の子による、うん、結構よるかも。男の子やね。うわ、ほなトミカやな。トミーですね。ユンボとかあげたら喜ばれると思うよ。ユンボって、うん、あれじゃないですか、重機じゃないですか。ちょっとあれ工事現場にあるやつ。俺は子供の時ユンボがめちゃくちゃ好きで、トミカはユンボ7台ぐらい家にあったよ。ああ、そう、トミカのか。俺ガチそうそうそう、実物あげるな。なわけないだろ。それ普通に家壊しに勝ち込みやん。ユンボだよ。なんかショベルカーみたいなやつじゃないんですか。ああ、そうそう、ショベルカーっていうか土すくったりするやつね。はいはいはい、うん、俺あれのことグングンって呼んでたんですよ。パンダみたいやね。癖ありすぎでしょ。ぐん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 動くじゃないですか。いまだに見てぐんぐんやなって思うんですよね。最初に正式名出てこない。はいはい。あ、まあでもそういうのは分かるな。で、人が来ないです。うん。3歳のさらに。まあそうやな。シルバーじゃなくてね。のり焼きさんいないかな。あ、確かに。のり焼きはいるっすね。お、あ、いるんや。あ、でも今ちょうど落ちたっすね。ああ、あ、来たっすわ。おお、ええ、ノリノリノリ焼き。はい、招待プリーズ。おお、来た、招待プリーズ、招待プリーズ。来たっすね。プリーズ、よっしゃー、来たー、抜けよ、デスマ。あ、ノリ焼きにちょっと、ちょ、トイレ行ってきます。おお、はい、デスマです。ちょっとトイレ行きます。あ、じゃあ俺もちょっとトイレ行きます。トイレ行くやん。
じゃあ俺もトイレ行くわ。すいません、パーね、あの急にお呼びしてぬらきさん。なんか配信会だったらしい。いや、なんか普通にランク回しました。ああ、よかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。噂をずっと聞いて、ちょっと一緒にやりたいなと思って。ありがとうございます。ありがとうございます。噂ですか？噂というか、クリップを。はい、あ、クリップ。まあね、え、なんだろう、あ、クリップ、クリップか。はいはいはい。マップどこでした、それ。ヘイブンでした、ね。あはい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 。ヘイブン、はい、はい。ヘイブン。確か C だったかな。ああ、C、はいはいはい、C の、あの、サイトの裏とかじゃないですよね。そうですね、守りでサイトの裏。守りでサイトの裏で、後ろにブリーチ来てて。そうですね。で、離婚が飛んできてて。そうああ、なんか知ってます、それ。はい。なんか有名なやつですね。そうですね。離婚壊せる三段活用ね。はいはいはい、あれね、はい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 、壊してほしいときはやっぱ何回も言った方がいいあるからね、まあ、そうだね、そう、確かに確かに、うん、でまあちょっと今日一緒にやることで、まあそのちょっと流れを俺もちょっと胸を張っていようかなっていう、はいはいはい、ああはい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 、ああよくわかんないですけど、まあ、なるほど、わかりました、了解です。もう終わったってマジで終わったって、のり焼きガチで切れるんで気をつけた方がいいです。マジでやめろって、集中してもらいます。いや怒ったことないですね。壊して、これ離婚壊して、離婚壊して、離婚壊せるね、離婚壊して、俺あるっすね、しかもガチのやつで、えのり焼きに怒られたことあるんで、ちゃんとあるんだ、マジやばいよって。これ早く行っちゃうね。これ離婚壊して、離婚壊して、離婚壊せる、離婚壊して。ね、わかん、覚えてないっす。覚えてないけど、怒られた記憶がある。ね、それ差しで飯行こうって言われて、特製の鍋用意してもらったのに1時間ぐらい遅刻してきたとかで怒ったんじゃないですか。あ、そうかな。でも海苔焼きって結構マジでちゃんと時間通りに来るんですよね。いや、ちょっと待って待って、おかしい。普通来る。普通は俺あれですからね、なんか店の人がメニューにない鍋出してくれて、結構前なんですけど、で ありがたいなっつってバーって言ったら、まあ、鍋も用意していただいて、もう火かけるだけみたいな状態にしていただいて、ありがたいなっつって5分前ぐらいについてで待ってたんですけど、1時間なんか分かんない、配信してたとか動画作ってたみたいな意味不明な理由でちょっと遅刻してきて、1時間ぐらいもう机が狭いんですよ。1時間机狭いんですよ。で鍋しかもう鍋でいっぱいいっぱいなんですよ、もうほぼ、はいはいはい、もう鍋火かかってない鍋の前で1時間ずっと座ってるって、周りのお客さん何なんだろうあいつみたいな、なんだあいつみたいななってて、その時はちょっと注意しましたね。注意した。注意。ほら、ほらって。ほらってね。そのレベルで済んだんか。あの多分離婚の時の方が多分怒ってたっす。ああ、そうかそうかそうか。あの1時間待たされる以上に切れてたってことやな。離婚がずっと。いや本当にあの、いやマジ私生活でマジ切れないですけど、ゲームの時たまにねちょっとあれやばかったですね、本当に。びっくりしちゃった自分でも。あれはちょっと本当に気をつけたい。気をつけたい。対戦を。あ、そう。ね、思って、はい、やらせていただいてますけども、いや全然もういつも通りだ、はい、おい、ヘイブン来てやばいやばいって嘘でしょ、ゆく行って360度壊せるようにします。ここでヘイブン来るのおもろいな。僕ねマップ隠しな、これ買わんはいいのかシェリフだったら買えねえな、買わないでいいか、買おう、やっぱ買おう、あれボンボン落ちます、誰かに落とすか。離婚。一回鳴らして。あ、そうです。キャンセル。離婚飛んできたけど笑って。笑ってたよ。やめて。行って行って。到着。あ、ビー中入ってるかも。正面、真正面。ビー中入ってるかも。ちょっと怖い。ビー前一枚、ビー前一枚。離婚いる。みんなから、いやまだ残り1枚、まだ B 前、このラウンドナイス、ナイス、ナイス、気がするこのラウンド。おい、河川いないとめっちゃ報告ちゃんとしてるって。いやあいつ晴れも他人に伝染させる能力あるぞ。A スキル全然見え、下降りた、 A 下降りたかも俺。
うん、下降りた。あ、下降りてないわ。いるわ。やったやった。ナイス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 。オリフェイクか。テレポーター、ガレージの中ですね。壊されました。ここだけ見てます。この通りだけ見てます。上にずーずー。ずーずー。あ、これ手前いる。目出す、目出す。目出した。あと箱、左の箱箱箱。おい、ナイス。いやー、ケーオケーオケー。みんな強すぎ。このチーム強すぎ。強すぎ。明らかに強いって。ガチすぎこれ。レギュラーメンバー抜けたら強すぎ。おかしいって。一生家族サービスプリーズ。あ、やばい。仲間で始まった。ついに。ちょっと仲間で始まった。あいつ見てるかもしれんからな。無料化した。完璧する。あ、そっちか。ああ。おい、見て。左ね。ポケットね。ポケットね。ポケット。左、左、ポケット、ポケット。走るしいいと思う。走るし。いや、マジごめん、左。うわぁ、アタッカーの勝利。どまいどまい。うまい。これ呪われてんの、河川さんか。確かに河川さんの悪口を言ってから勝てなくなったな。あ、呪いっすね。呪いか。いい感じだったけど。名前出さないんだった。マジの晴れもんやもん。あいつの名前を出すと、ボルデモート名前を出してはいけない。どこにいる？ラスト、バクサイ、バクサイ、バクサイ。ナイス！ナイス！おお、味方強すぎ！強すぎ！味方強すぎ！なんか味方強すぎ！3倍いなくなってた。え、マジで？味方強すぎ！なんかこの間さ、俺が抜けた後、えぐい歌作ってなかった？ボドがさ、ユヌブ。ユーニーユーやばいって、全力喧嘩売ってるって。